どうも、トシです。さて、いよいよ映画ザ・ファースト・スラムダンクの公開カウントダウン CM も、湘北スタメン5人のラストピース、赤木バージョンが公開されました。もう映画も公開間近ですが、この公開までそわそわする感じというか、期待に胸を膨らませる感じもあとわずかだと思うと、それはそれで寂しい気もします。とはいえ、公開が楽しみですね。で、赤木バージョンの CM について触れていく前に1点だけ、ご存知の方も多いと思いますが、井上先生のツイッターでですね、映画公開まであと6日の日に背番号6番の安田、そしてあと5日の日に背番号5番の小暮、この2人のイラストが公開されました。スタメン5人のような CM ではなくとも、こういった計らいはファンにとって嬉しいですよね。ちなみに9番の角田、8番の塩崎はイラストがありませんでしたけど、井上先生がツイートで、すまん角田塩崎って感じで謝っていたのが面白かったです。まだイラストをご覧になられていない方は、井上先生のツイッターをチェックしてみてください。さあ、では赤木バージョンの CM に入っていきます。まず CM の BGM ですが、桜木バージョンの CM と同じく、映画のエンディング主題歌、10フィートさんの第0巻でした。次、各シーンをピックアップしていきます。まずはあと4日のイラストとともに必死の表情をする赤木、ボールを運ぶ宮城の後を走る赤木、ディフェンスに戻る赤木、赤木のドアップ、大きく振りかぶる赤木、何とも言えない表情の赤木、パスを受ける赤木と湘北ベンチ観客席、下級生時代の赤木と小暮、タオルを首にかけた赤木、最後ボールを持って構える赤木といったシーンになります。それでは気になったシーンを少し掘り下げていくんですが、もう今回に関してはタイトルとサムネにもあると思います。試合はもう三能戦で確定と言ってもいい内容でした。皆さんもおそらく CM を見てそう思われたと思います。なのでもうこれは決定的だなって思ったシーンが2つあるので、その2つのシーンを掘り下げた後、その他のシーンに少し触れます。まず一つ目は赤木が大きく振りかぶるシーンです。このシーンを見た時、真っ先に三能戦の後半でゾーンプレスに捕まってタイムアウトを取った後、安西先生の指示でエンド出しをする赤木が頭に浮かびました。そしてそのシーンを決定づけるのが後ろにある電光掲示板です。これちょっと左のチーム名の文字だけだいぶ読みづらくなってるんですが、もうこの36っていう得点を見た瞬間に確信しましたね。おそらく三能戦を何度も読み返しているファンの方なら気づくと思いますが、36点は湘北が三能戦の前半で積み上げた点数であり、後半開始約9分半経過するまで得点できずに止まってしまっていた点数でもあります。そして36の数字の右隣にランプが1つ点灯しているので、タイムアウトをすでに1回取っていることもわかります。なのでこのシーンは原作236話スピードスターで出てくるタイムアウト後、安西先生の指示でエンド出しをする赤木のシーンでほぼ間違いないかと思います。そして2つ目はパスを受ける赤木のシーンです。ここで注目すべきは赤木ではなく後ろの湘北ベンチと観客席ですね。いや、やっと出てきましたね、湘北の他のメンバーが。まず湘北ベンチから見ていくと、左から綾子さん、安西先生、小暮、安田、塩崎、角田、石井、そしておそらく笹岡でしょうね。このシーンだと桑田が見当たらないですけど、他の CM のルカワのこのシーンでは桑田らしき人物もちゃんと映っています。ということで今回湘北のスタメン5人全員がようやく登場しました。なんか綾子さんがはっきり見えないんですけど、それでも可愛いなって感じるのは僕だけでしょうか。そして安西先生はやはり横に大きいですね。そして観客席の方ですが、まず一番手前にいる大男がおそらく両南の魚住、そして右側に春子さん、藤井さん、松井さんの3人組がいて、真ん中ら辺に桜木軍団の4人、そしてちょっと分かりづらいですけど、その左に堀田たちのような人物が見えます。桜木軍団と堀田たちの配置が若干原作の三能戦と違いますけど、服装とか特に高宮の T シャツとか同じなので、ここのシーンも三能戦を決定づける内容になっていますよね。さあ、これら2つの決定的なシーンに触れつつ、他に気になったシーンにも軽く触れていきます。
まずはあと4日というイラストとともに描かれる赤木のこの表情は、川田兄をブロックするシーンの表情にすごく似てるなって思いました。また CM の冒頭から赤木演じる三宅健太さんの声で雄たけびを上げる声が聞こえるんですが、ここは原作247話、譲れないって赤木が吠えるシーンを彷彿とさせる感じですよね。次はディフェンスに戻る赤木のシーン、右上に相手チームのベンチメンバーたちの足元が少し見えます。ここで確認できるのは紺色のジャージの裾と全員アシックスっぽいバッシュで統一された足元です。原作の山王のジャージは白だったような気がしますけど、アシックスで統一されたバッシュとか山王と一致します。次は試合以外のシーンです。ここは赤木の髪型的に下級生時代に違いないと思います。実際山王戦でも赤木と小暮が下級生の頃の回想シーンが出てきますし、映画でも赤木の下級生時代のシーンが見れるのは楽しみです。そして最後は赤木がボールを持って構えるシーン、これはフリースローを打つような構えにも見えるんですけど、ちょっとコートに立っている位置がセンターサークル付近な感じもします。なので赤木のフリースローのシーンか、もしくは原作237話のザ・マンで花道が川田兄にブロックされたボールをセンターサークルを越えた位置で手にする赤木のところかなって思いました。気になったシーンはこんなところです。いや、今回この赤木バージョンの CM でようやく試合の対戦相手が特定できる情報が出てきましたね。そんな中、映画公開まであと3日となる本日、11月最終日の30日にも新たな15秒 CM が公開されました。この CM も BGM は10フィートさんの第0巻でサビの部分が流れます。で、湘北の5人が円陣を組んで 1,2,3 勝つっていうシーンから始まって、ここの 1,2,3 は公開日の12月3日と書けるような表記がされていますね。で、この後は今までの CM でも出てきた試合中のシーンが流れていきます。唯一新しく出てきたのがこのショットクロックと、こちらは試合の残り時間がちょうどゼロになる瞬間のタイマー、これくらいだったかと思います。この CM の中では今までのように公開まであと何日っていう表記がなかったのと、なんとなくこれが最後の CM になるのかなって感じがしました。まあ、またあと2日あと1日でも何か CM があったらもちろん嬉しいですけどね。さあ、ということでもう試合シーンは山王戦で間違いないかと思います。あとは映画がどういったストーリーになっているのかがすごく気になります。試合は山王戦、ただ新キャプテンになる宮城にフォーカスされたような映画予告の内容、そして各選手の過去の様子が垣間見えるシーンの数々、まだまだ謎は多いですし、映画を見てみないと分かりません。いずれにせよ映画の続編とか漫画の連載とか、今回の映画の後も何がしかの形でスラムダンクが続いていったらいいなって思います。皆さんのご意見コメントでお待ちしております。引き続き映画関連に関する動画はこのチャンネルもしくは別チャンネルの方で上げていく予定ですので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。